皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログなんですけども、できない本当の理由とはというテーマでお届けいたします。営業とか販売を行っている人の中には、なかなか行動に移せない人がいます。行動に移せないというのはですね、第一歩が踏み出せないんですよね。その代表的なものに飛び込み営業があります。正直に言いますが、私も飛び込み営業は大の苦手です。24歳からですね、25歳の頃でしたかね、飛び込み営業を行っていた時期がありました。その頃私は企画屋として独立したんですね。もう勢いだけで独立したという感じでしたけどね。理由はですね、どこも勤めるところがなくて、ただ自分の夢とかやりたい企画屋を、やって、ちょっとね、生計を立てようかなと思って独立したということだったんですね。まあしかしですね、仕事は全くなく、どうしたら仕事の依頼があるのだろうかと、まあ日々悩んでいました。そこで思い出したのがですね、飛び込み営業という言葉なんですね。言葉というところがポイントで、飛び込み営業のやり方とかですね、どれだけ大変なのかっていうのは全く知りませんでした。飛び込み営業という言葉をどこかで聞いたことがあった程度だったんですね。まあそれでその飛び込み営業という言葉を思い出したわけです。アポを取っていない見ず知らずの会社に訪問してですね、自社商品やサービスの PR をしてくればいいんだと、まあ思ってたわけですね。まあ、あながち間違いではないんですけども、ノウハウも全く読まずに全て我流でやったというのが正直なところです。どうせですね、飛び込むなら小さな会社よりもですね、大きな会社の方がなんか売り上げが大きいだろうというね、単純な発想で、私が真っ先に向かった先は、東北電力、北陸ガス、まあ、エネルギー大手ですね、あとは JR 東日本、日本タバコとかね、こんなところに向かいました。まあ全国企業でですね、まあ新潟の支店とか、あとは県内に営業所があるというね、そういうとこ行ったんですね。その時ですね、初めて分かったことがあります。受付でアポのですね、まああるとかないの有無を聞かれたりですね、誰に会いたいのかをね、こう聞かれるということだったんですね。まあ私の場合は飛び込みですので、当然アポもありませんし、まあ誰に会いたいのかって聞かれてもですね、個人名なんですね、知る術が全くありませんでした。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。しょうがないので、イベントや販売促進の担当の方はいらっしゃるでしょうかとですね、受付の方に言いました。意外にもですね、これだけで飛び込んだ会社すべての担当者に会うことはできたんですね。もう百発百中でした。そして話も聞いてもらえたわけです。しかし、それっきりでした。当然仕事の依頼などあるわけがありません。これが私の飛び込み営業初体験秘話ということだったんですね。でも悪いことにですね、一回飛び込んでね、せっかく名刺交換したんだけど、その後も行くことはしませんでした。まあけどとりあえずは飛び込み営業ができた。しかも大手に飛び込んだってことはね、おそらく何も知らないからこんなことができたんだと思います。しかし世の中の多くの人はですね、飛び込み営業がどんなに大変なのかを見たり聞いたりして知ってるんですね。ですから飛び込み営業をやれと言われてもなかなか第一歩が踏み出せないのが現実です。勇気を振り絞って第一歩踏み出せば、その後も継続できる、まあ可能性はね、高いんですね。慣れてしまえば。だから、一歩を踏み出さないことが非常にもったいないなと思います。では、なぜ第一歩が踏み出せないのでしょうか。人間はですね、できない理由を考え出す天才です。例えば、今時飛び込み営業をやったって効果ありませんよ。もし飛び込み営業が来たら話聞きますかとかね。飛び込み営業なんて効率悪いっすよ。時間もコストもかかるしと。こんなことを言う人が多分ほとんどでしょう。この場で飛び込み営業の良し悪しを論ずる気はないんですが、飛び込み営業で着実に業績を伸ばしている企業も多いことは事実です。
さて、先ほどのできない理由なんですが、一見正しいように思えます。しかし本音っていうのはね、違うと思うんですね。先ほどの理由は表面上の話であって、その奥には本当の理由があると私は思っています。では本当の理由とは何でしょうか。今となって、思えば、こういうことだと思うんですね。断られる恐怖ですよね。もっと正確に言えば、飛び込み営業行ってひどいこと言われたりすると心が傷ついちゃいますね。まあそれが嫌だっていうことですよね。これは飛び込み営業に限った話ではなくですね、白黒はっきりするあらゆる営業に、あらゆる仕事に言えるってことなんですね。テレアポだって当然そうでしょう。顔が見えない分ですね、まるで人格否定をされているような言葉を言ってくる人もいるわけです。そしてこのようなことが続いてしまうと、やはり精神的にも参ってしまいます。しかしですね、これ正確なことを言っちゃえば、今は話を聞きたくないとか、今は取引はしないよということであって、あなたの人格とは一切関係ないんですね。なんか人格否定されているようなことを言われてもですね。ですから仕事の成果と人格を一緒にしてしまうとですね、体も心も持ちません。ですから一緒にしてもしない方がですね、絶対に、長続きするし、タフにもなれるってことですね。このことをぜひですね、知っておいてほしいんですね。これを知ってるだけで随分と気が楽になります。もう一回言いますね。仕事のことと人格は別問題だというふうにね、ちょっと考えていきましょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。ありがとうございました。